ベテランの選手とかいるとちょっと気使ってた部分もありましたし、本当にきつかったですよ。10円足らなくてジュース買えないとかありましたから。でも東南アジアでサッカーするなんてもう捨て身じゃないですか。まあ機械の話になってないリアカーのナンバー。毎日がチートデーのゆうきです。今回のゲストは元プロサッカー選手の山下さんです。山下さんお願いします。よろしくお願いします。山下さん最近太りました。すごい太りましたね。僕が知ってる山下さんじゃないと。あ、そうなんだ。現役終わって10キロぐらい。あ、そんなにですか。もうすぐでしたね。去年の8月引退したんですけど、1年経つか経たないかぐらい10キロぐらい太りました。山下さんは琉慶の、まあ、高校大学卒業されて、はい、そこからロアッソさんに入団されたんですよね。はい。その時の選択肢っていうのはロアッソさん以外にあったんですか。いや、ないですね。もう基本的にはうち僕が大学卒業するときに12人ぐらいプロに出たんですよ、大学から。その時に僕の1軍じゃなかったんですよね。基本的には 1.5 軍みたいな、2軍に出て、ほんで次の試合で、あのトップの試合でベンチに入るみたいな。それこそやっぱりその時の大学のみんなが注目されるような選手が多かったんで、その時に、まあ、スカウトとかも来てて、たまたま、まあ、目止まってくれたかなっていう感じで。すごい失礼な話ですけど、はい、レギュラー陣じゃなくても、はい、スカウトされるんですよ。そうですね。ちょっと一個、まあ、飛び道具、まあ、ヘディングが強かったんで、そういうので目立てたっていうところもあると思いますし、そうですね、なんかラッキーなことに。そういうこと普通にあるもんなんですか。いや、わかんないですね。うちの大学がやっぱりその時に注目されてたんで、いろんなとこからスカウトが来てたと思うんで、その時に違う人多分見に来たと思うんですけど、あ、うん、その時にたまたま試合出てて、うん、すごいねって思ってくれた人が多分いたのかなと思います。その当時はプロサッカー選手になりたかったですか。なりたかったです。もうそれがやっぱり夢だったんで。で、ロアッソに入団されて、はい、実際に試合に出られたのは3試合ぐらいでしたか。そうですね、2年間で結局3試合ぐらいしか出てないですね。やっぱ壁は厚かったですか。まあ今思うとやっぱりプロになることが目標で、プロになった時にやったーって思いになっただろうし、それこそ割と気遣いが性格だったんで、やっぱベテランの選手とかがいるとちょっと気遣ってた部分もありましたし、わかんないですけど、僕のイメージですけど、やっぱすごい選手は先輩後輩関係ないと、なんかもうわがままも言うし、自分も出せるしっていうところがある選手がやっぱりグッとスポーツ界では伸びるのかなっていう思いというか、うん、見てて思ったんで、僕は そっちというよりかどっちかっていうと気使っちゃう方だったんで、それはなんかもったいないかなと思いますよ。すごい共感できます。ああ本当ですか。やっぱ俺がってのがプロのスポーツの世界ではそうですね、いい、うん、できますかね。そうですね、ちょっと無理だな。僕は焦りましたよ。まあ、僕は個人スポーツなんで。ああ、そうですよね、うん、はい、またちょっと形違うかなと思うんですけど、うん、なるほど。そしたらやっぱりそのメンタルというかマインドってところで、はい、ちょっと足りない自分がいたのかなって、ね、そうですね。それこそ、まあ、プロに行ったらヘディングだけじゃやっぱりなくて、求められることがやっぱ多かったんで、そういうとこでもなんか縮こまってた自分もいたと思いますし、ヘディングさえしとけばいいっていう状況ではなかったんで、それにはもう本当に誰にも負けない自信はあったんですけど、それこそ足元のテクニックだったりボールつなぐっていう部分ではやっぱり周りのプロの方よりはちょっと劣る部分ではあったんですけど、そこになんていうんですかね、苦手意識みたいなやっぱちょっと持っちゃってたんで、そうするとやっぱ周りの目気にしてこうやってサッカーしてたから、なんか縮こまってたかなって思いますね、最初の2年間ぐらいは。はい、足元 の, そのパスワークだったりところが苦手だったんですか。そうですね、そこはなんていうんですかね、そつなくこなそうって思えば思うほどミスしてたんで。ああ、はい、あんま楽しくなかったですか。まあサッカーは楽しくないってことはなかったですけど、でもそうですね、なんか変に自分で自分にプレッシャーかけてた時期があったと思います。ミスしないように、ミスしないようにっていう思いでサッカーしてたんで、あ、今はもっと情けねえなと思いますね。ロアッソの話戻りますと、はい、ロアッソではいくらぐらい持ってたんですか。ロアッソは最初240、年収240万で支度金っていうのが60万ぐらいでしたね。あ、はい、支度したら終わりました、60万マジで。そのシンガポールのアルビレックスはおいくらだったんですか。シンガポールアルビレックスは最初提示が多分20万ぐらいだったのかな、月額。月額。ほんで、ああじゃあこれだってねやっていけるなって言ったら、結局
そっから家賃とかもめちゃくちゃ高いですよ。あと食費とかなんかわけわからないこと聞かれて、結局手取り5万もらえたかどうかぐらいですね。やばかったですよ。最初あれビレついた2年間は5万もらえないぐらいでした。3、4万ぐらいでした手取りは。でもご飯と住まいはありましたけど。ご飯3食。そうですね。はい。じゃあなんかこう余計なものを食べたいって時は自腹で。そうですね。自腹でちゃんとした日本食食べたいと思ったら自腹払わなきゃいけないですし、週1回その食堂も休みなんですよ。でそうすると、まあまあなけなしの金で飯食ってましたね。きついっすね。本当にきつかったですよ。10円足らなくてジュース買えないとかありましたから。後輩にくれよっつって嫌ですって言われた。お酒飲みます？お酒飲みますね。向こうでも酒なかなか飲めなかったですよね。そうですね。でもまあシンガポールの日本人の方とか多いんで、一生懸命外出て酒飲ませてくださいっつって、あなんかいろんな人見つけてた気もしますけど、はい、見つけてたっていうかお世話になった、ご馳走してくれる人、はい、あまあやっぱプロになることが夢で、プロになったぞってなって、まあそれこそ地元のお友達とかすごいね、プロになれてよかったねって言ってもらって、2年でプロじゃなくなるっていうのが非常に情けなかったので、それはなんかこれプロだぞって顔しておいて、はあ、これでプロサッカー選手終わったらもうプロじゃったとは言えへんなと思ったんで、まあちょっとやれるとこまでやろうと思って。あ、契約解除だったんですか。もちろんそうですね、はい、満了で。でそこで自ら、まあ、その海外の道に行きたいと思って代理人を探しているのでしょうか。いや、その時は J リーグのトライアウト行って、トライアウト終わった時にそこの俺永さんって今のアルビレックスの社長さんですけど、連絡が来て来ないかって言われたので、もう本当にそれこそ日本ではそれこそ北九州とかパルセーロとかあの辺の練習参加行ったんですけど、引っかからなくて、もうどこでもいいからプロとしてやれるとこがいいなみたいな感じで。行ってよかったですか、シンガポール。よかったですね、はい。楽しそうですね。よかったです。サッカー以外も楽しめました。サッカー以外も楽しみましたね。いろいろと向こうのレベルっていうのは J リーグと比べて、まあ私からすると劣る印象があるんですけど、実際どうなんですか。劣ると思いますよ、それは。なんか最初行った時は J2 ぐらいのレベルみたいな、 J2 の真ん中ぐらいのレベルみたいなことを言われてたんですけど、実際もっと低いと思いますね。 J3 ぐらいなのかな、わかんないですけど、ちょっと今のサッカーのレベルが結構上がってきてると思うので、どこのレベルっては日本のカテゴリーじゃちょっと言いにくいですけど、低いですね、基本的には。それは組織力なのか、フィジカル、テクニックなのか、どういったところで感じますか。やっぱ組織力とテクニックの部分ですかね。やっぱサッカーはそんなに馴染みのある国ではないと思うので、それこそシンガポール人みたいな子たちはそんなにサッカー教えてもらってきてないのかな、わかんないですけど、それこそまあでも中華系の人か、マレーシア系の人か、インド系の人かみたいな感じなんですけど、シンガポールって身体能力高い選手とかたまにいたりするんですけど、あんまりサッカー自体がうまいかって言ったらそうでもないですね。そこから、はい、ミャンマー行かれました。そうですね、ミャンマー行きました。それはなぜ行かれたんですか。まあ、シンガポールでもアルビレックスに2年間いたんですけど、その後3年間ローカルチームに行ったんですね。シンガポールのアルビレックス自体は日本人だけなんですよ、チームの中は。あ、そうなんですか。そうなんです、特殊な感じで全員日本人なんで、やっぱりすごい給料低かったりあれだったんですけど、そこから2年経ったらシンガポールの、まあ、チャンピオンチームみたいに言えたんですね。そこでは、まあ、外国人枠としてやったら、まあ意外とそれなりに飯食ってくらい金もらえるなっていう感じになったんで。あ、そうなんですね。うん、そうしたらまあこういうふうな東南アジアでのサッカー選手としての生き方があるんだなってことで、外国人枠としてって感じですね。あ、なるほど。はい、ちなみにそこはおいくらだったんですか。そこ行ったら50万ぐらいですかね。月の月50万の家月ぐらいの感じでした。あ、いいっすね。いいっす、いいっす、全然。それ税金もかからないですし、あ、もう全部手取りですし、なんか払うもあるかつかないですけど、だいぶ生活は楽になりましたね。そうですよね、はい。でそのシンガポールでのサッカー選手を、まあ、ミャンマーに変えようと思ったああ、そうです。でも普通に多分その後3年間ぐらいシンガポールで5年間いたのか、トータルいた時に、まあ、シンガポールでちょっとチームがなくなっちゃったんで、ほんでまあいろんな周りの友達とかに相談してたら、まあ、ミャンマーちょっとうちのチーム行けますよなんて言ってくれる後輩の選手がいて、その子にじゃあミャンマー練習参加行くねーなんて言って行ったんですけど、結局そのチームはダメだったんですけど、ほんでじゃあシンガポール戻らんといかんなーつってチケット買って戻る
前日にミャンマーの代理人から連絡が来て、ちょっとなんかチャンピオンチームのセンターバックのオーストラリア人が怪我したからアジア枠1個空いたから練習来い、もうチケット取っちゃったよみたいな話したんですけど、いいから破棄してきてくれ、絶対大丈夫だからって言ったら韓国人も来たんですよ。そうで、まあ2人で競って、まあなんとかミャンマーのチームに契約取れたって感じでしたね。そこは年俸上がりました。年俸自体はそうですね、シンガポールより多分月でいうと5、6万ぐらい上がったと思います。わあ、すごいっすね。はい、いやまあ、うん、そうですね。まあアジアの話だと僕インドの話一番聞くんで、はい、インドだともう金もらえねえみたいな。ああ、本当ですか。金もらうのが一苦労みたいな。へえ。太郎さんも籠城したって言いますからね。へえ。クラブの社長のところに。あ、そうなんですね。あと2、30回取りに行ったって。取りに行ったっていうのは、金、給料。未払いみたいなことですか。そうか。未払いは僕は、まあ、いっぱい聞きますけど、ミャンマーでも多分いろいろあったと思うんですけど、僕はなかったですね。あ、ミャンマーでもあるんですか。あります、あります。ただ、たまたまチャンピオンみたいな一番いいクラブだったんで、クラブによってですね。あ、そうなんですね。で、ミャンマーから、はい、ネシアに行きましたよね。そうっす、インドネシア行きました。それはなぜですか。その時はミャンマーのリーグ自体が多分10月ぐらいに終わっちゃったんですよ、はい、そのまあシーズンが終わって、じゃあお疲れ様っつって日本帰って、ミャンマーの言ってもチャンピオンチームにいたし、まあオファー来るやろうと思って日本でこうやって待ってたら、全然オファーも何もなく、それこそいろんな代理人の人に話言ってたんですけど、いやーないっすね、オファーないっすねみたいな感じでいろいろ言われてて、ほんでそれこそクリスマスぐらいだったかな、ちょっともう自分で動かないとやばいなみたいな思って、そっからですね、もうサッカー選手これで終わりたくないなと思ってて、それ最初クリスマスぐらいの時にカンボジア行ったんですよ、うん、そのこそちょっと話があって、めちゃくちゃコンディションとかも悪かったんですけど、なんか1試合その日にやって全然動けないのに、ああじゃあ契約しましょうみたいになったんですけど、すっごい給料低かったんですよ。15万とかぐらいで断っちゃって、そんでその後カンボジアのタイに行って、ちょっと練習参加できるチームを待ちながらこう自分でトレーニングしてなくって、そしたらタイにいる時に変なマレーシアのもう見ず知らずの代理人ですよ、 Facebook で連絡来たみたいな、はい、お前のこと気に入ったらチームがあるから行ってくれみたいな、もうそれこそマレーシアでもう3本の指に入るぐらいのビッグクラブで、いいから今すぐ行ってくれ、旅費も全部自分持ちでカバン1個持って行って、ごめんちょっと空港に向かいけないからそのままスタジアム向かってくれっつってスーツケース持ったままスタジアム行って、そのままその日試合でやったんですけど。あ、試合出たんですか。出ました出ました。そう。でもそれこそその監督に、あー君かーって言ってて、僕は君の代理人を知らないって言われたんですよ、監督さんから。うん、突然知らない電話番号から電話が来て、一人ジャパニーズがいいから見てくれみたいな言われたって。で、僕は会ったことないしって言われて、あ、そうなんですねって言いながらも、君の代理人は結局どこにいるんだ、いや、迎えに来なかった、ひどい代理人だな、じゃあとりあえず後半だけ試合出てみたいな。まあでも頑張ってやったんですけど、結局そのチームダメで、カンボジア対マレーシア行って、その後ラオスかな、はい、ラオスのクラブもオファーありますって代理人の人から言われて、あ、じゃあもう行くだけでサインなんで、なんかホテルも取ってくれて、ホテルになんかいたんですけど、一向に練習が始まらなくて、でラオスで去年優勝したチームだったんですよ、それこそ AFC カップ、アジアの大会とかも出れるってチームだったんで、まあいいかなと思って待ってたんですけど、結局2週間ぐらいして、1週間もうホテルにいるだけですよ。立ってからうちのチーム消滅しますみたいな言われて、なんかオーナーがやっぱもうサッカーチーム持つのやめたみたいになっちゃったんで、まいったなと思いながら、それでその後もう最後インドネシアでやってた僕のそれこそ琉球の先輩がいて、インドネシアに立って、あのもう本当に天皇杯みたいなのがシーズン前になるんですよ、それだけの契約、カップ戦だけの契約で1チーム紹介できるっつって、そこで活躍したら流れてるっつって、そこに入ったらたまたまなんか準優勝して、それでなんとか契約までって感じでしたね。5カ国ぐらいだから回りましたね。すごい。ミャンマーの後は、はい、大変でした。え、そういう時って何してんすか、ホテルで2週間も。何もしないですよ、寝てる。まあそれこそちょっとトレーニングで走ったりとかしますけど、そんな言うても1時間2時間じゃないですか。あとはもう金使いたくないんでホテル行ったり、外暑いじゃないですか、部屋結構いたかなと思います。
あとコーヒー飲み行ったりとかも、ほんとそんな感じですね。ああ、うん、語学は問題なく喋れるんですか？英語はまあ普通に日常はそんなに困らないぐらいかなと思いますけど、まあでもベラベラでは全然ないですよね。いや相当精神的にきついなと思って2週間ホテルで、ああどうなってんのかも全然わかんない状態で。そうですね。そう楽観的なんですか？きついっすよ。全然めちゃくちゃきつかったです。きつかったかな。まあでも東南アジアで参加するなんてもう捨て身じゃないですか。そんなあるかないかわかんない。もうなんかそれこそ未払いがあったり契約したのに破棄になったりとかそんなのいろいろあるところでサッカーやってるの選んでるんで、あったらあった、なかったらない、持ってるものがあればラッキーだしみたいな感じですね。11秒以内に、はい、私にパンチが当たったらパンチ？パンチ、ここですか？そしらプレゼントっていうコーナーがあったんですよ。はい、まあこの中には頑張った後の癒しにリカバリーうどんと、はい、プレッシャーに負けないチャージパスタ、なんですかそれ、はい、と、あとまあ T シャツが入ってるんですけど、はい、ただ今コロナの影響もあるので、はい、あんまりミスに接触するのどうなのかなというのがありまして、はいはい、今はこれで勝負しようかなと思ってます。あ、いいですね。いいですか？助かります。先行でいきます。はい。はい、じゃあ本気出しますよ。はい。タマタも1。おお。タマタも1。タマタも0。タマタも0。よっしゃー。この番組はですね、はい、私がゲストの方をお招きしまして、はい、ゲストが次のゲストの方を紹介していただくテレフォンショッキングと同様のシステムを採用しております。あ、なるほど。はい、山下さんにもご友人をご紹介したいんですけど、はいはいはい、ぜひぜひ。どなたかおられますでしょうか？ちょっと聞いてみます。お願いします。はい、では山下さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。